はい、おはようございます、マスターです。怒るでしかしということですね。今日ですね、もう亡くなりましたけど、横山のですね、安さんをやってみました。はい、マニアックですね。いつもですね、ブログをご覧になってくださって本当にありがとうございます。さて、今日はですね、前回に引き続き、セルフイメージのですね、具体的な上げ方についてですね、お話ししていきたいと思います。なぜですね、今日この話をするのかといえばですね、やはりこの前も言いましたけれども、自分が自分のことを悪く思ってしまうと悪い行動しかしませんし、逆に自分が自分のことをとてもですね、成功する資格のある人間だと考えるとですね、そういう行動を取る傾向にありますんで、ですね、その具体的なやり方をですね、お話ししていきたいと思いますけれども、この前ですね、言いました、名刺を書き換えろとかですね、私は何々だとかですね、言うのも大事ですけれども、その他にですね、どういうテクニックがあるのかということをですね、今日お話ししていきたいと思います。これをやることによってですね、すぐセルフイメージが上がるというわけではありませんけれども、どんどん積み重ねていくことによってですね、どんどん自分のことを、まあ、よく思うというか、自尊心が高まっていきますんで、ぜひこれやってほしいですけども、で、実際ですね、僕や僕のお弟子さんとか、僕のお客さんたちがですね、やって、高確率でセルフイメージをしっかり上げるようになったですね、方法を教えしようと思います。まずですね、この前言った名刺ですね、名刺書き換えることによってですね、すぐにですね、セルフイメージは変わります。このビデオを見ておられるあなたはきっと自分のことを治療家だと思っていると思うんですけれども、それは大きな間違いです。治療家ということはですね、患者さんがもうベッドの上にいて、そのベッドの上の患者さんを治療するのが治療家の考えですけれども、その考えを持っている限りはですね、患者さんを集めることはできません。なぜならですね、自分は治療をする人だっていうふうにですね、自分のことを位置づけていますんで、集めるのは苦手な人だということですね、この暗黙の承認をですね、やってしまいますんで、治療家ではなくてですね、自分は多くの狙った患者さんを自分のベッドの上、マットの上に連れてくる治療家、マーケッターで治療家の起業家であるということですね、位置づけてください。はい。地域にですね、とって、なくてはならない腰痛専門医、何々、マスター拓郎とかですね、そういうですね、ことをやっていくとですね、すぐに自分がセルフイメージが可能、よくわかると思います。はい。これぜひやってみてほしいですけれども、ほんで他にですね、目標数っていうのありますけれども、これどういうことかって言ったら、まあ、あなたもそうかもしれませんけれども、多くの人がですね、目標をたくさん持つことが意義だと思ってるんですね。目標をたくさん持つことというのは意義ではなく、目的ではなくてですね、目標を達成するのが僕らの目的なんですね。で、よくですね、10個とか20個とかですね、1日のアクションプランで、行動リストでですね、書き出す人いますけれども、愚の骨頂です。行動リストは1日に多くても3つです。この3つっていうことがポイントなんですね。1つでも2つでもいいですけれども、まあ3つにしておきましょう。例えば、どういうことを目標設定していけばいいかって言ったらですね、まあ、いつもですね、治療院に行って治療院の掃除をするかどうかわかりませんけれども、雑巾掛けを2往復するとか、トイレ掃除を念入りにやるとかですね、予約表の空いてる欄を何枠かをチェックする。例えばこの3つの目標だとしましょう。じゃあ、こんな小さい3つの目標をやっただけでですね、どうなるかって言ったら、これをやりますと。やったら、達成感が生まれるんですね、達成感が。そして、達成感が得た後はですね、どういう風に思うかって言ったら、自分の行動を早くすることができるんですね。で、これ逆に10個目標があって、7個しかできひんかったとしたらですね、3つできなかったというですね、セルフイメージが残りやすくなるんですね。人はですね、やったことよりもやらなかったことの方を後悔する生き物なんで、
できるだけ目標数は少なくしてそれをやりきる。そしてそれは別に何の変哲もない目標でいいと思うんです。さっき言った、トイレ掃除するとか雑巾掛けするとか予約の枠数えてですね、やるとか、あとですねダイレクトメール1日に5通出すとかですね、お元気ですかコールをですね2つかけるとかですね、そんなんでもいいんですね。そのことによってですねセルフイメージ、やったと自分はやれるんだってですねセルフイメージがどん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 高まっていきますんで、これやってください。そしてですねこれも大事ですね、服装。いつもですねどんな格好で成立してるかどうかわかんないですけど、僕一回ですね白衣着たことあるんですね。やっぱ身が引き締まりました。自分がですねまあ偉大な先生だというですねまあ勘違いというかまあ勘違いでいいと思うんですね。そういうですねセルフイメージが出来上がりますので、服装とかも大事ですね。で、今日ですねそして最後の切り札ですけれども、これですね振る舞いということなんですけれども、あなたは一体誰の振る舞いをするかということで、あなたのですね人生が決まってくると思うんですね。例えばですね、僕はですね本宮博のですね書いてるサラリーマン金太郎とかですね、マンダ何は金融道ですか、何はの帝王のですねマンダ銀次郎ですかっていうですねセルフイメージ持ってますけれども、やっぱそうやって思うことによって賢くですねたくましくですね優しいですね起業家となっていけるというですね確信がありますんで、このですね振る舞いを、誰の振る舞いをまず真似るか、これですねマッタの名をモデリングと言いますけど、誰かですね一人モデリングをしてほしいんですね。自分の尊敬する人とか自分の憧れの人とかですね、実際に会ってこういう喋り方であるとかこういうものを持ってるとかこういう仕草をするとかですね、そういう振る舞いモデリングをすることによってセルフイメージっていうのは本当に一瞬で上がるようになります。これですねあなたは、もうですね何も怖いものがないと思いますし、実際ですね行動の要は何ですかパワーが上がってしまいますし、行動力とか行動のスピードっていうのがとてもとても速くなりますんで、ぜひこの目標数を少なくする、名刺を変える、服装を変えてみる、振る舞いをしてみる、モデリングですね、これぜひやってみてください。そのことによってですねあなたはですねセルフイメージは一瞬にして変わって、一瞬にして行動スピードが上がる、以降ですね一瞬にして目標を達成するですね、人物になるセルフイメージを持てますんで、ぜひですねこれをやってみてください。今日はですねそんな感じで終わっていきたいと思います。またですね次回お会いしましょう。さようなら。